ヒカキン TV Everyday。 やはりして、あれでも画面あれか、寄せないといけないんだよ。画面寄せないと、そうすると狭いよね。あー、そうやるよ。てか多分こっちに来てもらった方がいいかな。あ、そう、そんでこダンダダ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 ハッピーバースデー、ハッピーバッババババ、ハッピーバースデートゥーユー。スピーカーです。ボーズのスピーカーサプライズです。マジかセンキュー。あのですね、実は僕、4月の自分の誕生日に大きいね、こう何、エスプレッソマシン、コーヒーメーカーもらったにもかかわらず、彼の7月31日の誕生日バタバタしていて何もあげられてなかったんです。ということで、約2ヶ月遅れのハッピーバースデー。いや全然ありがとうありがとう、やった。そう、パズドラこれから撮るぞって時にね、あの仕込んでました。なんか待ち、なんかね、いきなりハッピーバースデーちょっとおかしいことになって、どうしたんだろうと思ったセンキューセンキュー。全然これあの、マジで音良くて、Amazon のレビューでもなんかめっちゃいいんで、評価がちっちゃいのにマジで音がでかくて、すごいね。スピーカー持ってなかったから、まあ音楽が好きだということで、これよろしく、これで爆音で聞こう、聞いてください。うん、ありがとうありがとうございますなんでこう見せ、こう渡すの見せ合うかっていう話なんだけどね、せっかくだからね。サウンドリンクミニだね。そうです、これマジで音いい。サウンドリンクミニマジ音いい。はい、ということでじゃあ、ビッグバートーン、カメハメウェアー。ということで、今日のこの動画が良ければグッドボタン、高評価をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ブーイ。さあ、開けてみましたよ。いい感じでしょ。いい感じだよ、これはかなり重いって、あれ重量感がすごい ね。そしてこの、なんだろう、アルミっていうか、なんていうかね、鉄っていうか、なんか鉄ではないと思うけど、なんかアルミ金メッキって感じね。これでよかったら自分でも買おうかなと思う。で、裏側にこうゴムがついてて滑んない、ガタガタな。そう、低温が来てもガタガタガタな。そういうことか。そうそうそう、なんなくなって。この操作パネルはこんな感じでかなりシンプルなんですよね。正面は BOSE って書いてある。正面は BOSE、 うん、BOSE、 うん、使いやすいね。 BOSE って読みそうになるね。うん、しゃあないね、しゃあないな。せっかくなんでね、なんか爆音で、よし、爆音でいこう。爆音でマックスにしよう、マックスに。よし、ちょっとこれじゃあちょっとね、これメガネも取ってこう、ちゃんと密着させて。はい、やばいかなこれ。せーの、来い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 。さあ、来ますよ。来い、すげえ来い。ちょ、おお、すげえ、低音がすごい、腹筋つきそうこれそんぐらい、ちっちゃい、ちっちゃいのにすげえ揺れてんの。ああ、ほんとだ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。たらくたらくたらく。